現代のブランド、永遠のブランド。イベリコ豚は幾千年もの歳月をかけて自然界で厳選され、放牧生活に適応してきたイベリコ半島の限定在来種です。他種と異なり、野山やデーサと呼ばれる放牧用の牧草地に育つ植物の実を栄養源とするイベリコ豚からは美食を極めた食品が生まれます。ベヘール社の純イベリコ製品は厳格な系譜に基づいて精製された血統種の実を使用して生産され、生粋のイベリコ豚の家系図に登録されています。ベヘール社の製品の起点は面積2万5000平方メートル以上の屋根付き豚舎で使用される2500頭のイベリコ種母豚です。父の巫女豚は最良の保健衛生、使用、観光、環境基準、完全保障された条件の下で生まれます。生産過程を一から管理し、成功を保証します。イベリコ豚は900ヘクタール以上の自然生息環境で使用され、デーサ独特のエコシステムの中で草をはみ、適度な運動を行いながら成長を続け、長い一生を送ります。トウモロコシ、大麦、小麦、大豆、牧草、どんぐりといった自然原料は熟練技術によりブレンドされ、寿命およそ16ヶ月、体重160から180キログラムの頑健な豚を養う栄養源として摂取されます。ベヘール社モンタネーラと呼ばれる豚がどんぐりを食べる期間の時期に、イベリコ豚をサラマンカ、エクストラマドゥーラ、アンダルシア、ポルトガルのデーサへと移送します。グレドス山脈の島、標高1000メートル以上の高地に位置するキフエロはイベリコ豚産業に最適な独特の気候で知られています。寒く乾燥した長い冬、涼しく短い夏を特徴とする恵まれた自然環境から、キフエロはイベリコハムのゆりかごと呼ばれています。ベヘール社キフエロ工場は革新とテクノロジー、確かな職人技術と高い食品安全性が融合した業界最高峰の施設を備えています。ここでスペイン国内はもちろん、各輸出国の品質保証基準をクリアした製品が生産されます。ベヘール社の解体室で解体されるイベリコ豚からは、1頭につき、ハモン、後ろ足2本、パレタ、前足2本、ロモ、ロース2本、パンセタ、腹肉、エンプティード、腸詰め食肉用に厳選された 11kg のマグロ肉と呼ばれる脂肪と神経のない部分が得られます。解体後、ハモンとパレタはサラードと呼ばれる塩漬けという重要な過程に入ります。ベヘール社ではサラードが全て手作業で行われ、独自の手法により重量、塩、漬け込み時間が配分されます。標高1050メートルに位置する当社の乾燥室で寝かされた熟成ハモンには他社製品の半分の塩分しか含まれていません。ハモン、パレタ、エンプディード、ロモは伝統的にグレドス山脈の風を利用して乾燥、熟成されますが、ここでは乾燥室や熟成庫の扉を手動開閉することで風量を調節するという手法が用いられています。ベヘール社の腸詰め加工室には、ひき肉、塩、香辛料が低温維持されるよう冷却室が設置されています。各部位は腸詰めされた後、基準に応じて数ヶ月間熟成され、燻製室で燻製されます。ハモンイベリコベジョータ、28から40ヶ月かけてゆっくり熟成されたハモン。熟成期間は肉の重量、質により調節されます。細長いパールカラーの骨、黄金色の程よい脂、ソフトな感触が特徴です。切り口は美しいチェリーレッド色で、良好な四神糖、木目模様、最小限の半白、高品質ならではの光沢を呈します。当社は製品ごとの識別番号販売システムを採用しており、前頭の特徴は商品により多少異なります。ロモイベリコ、木目が生み出す滑らかさ、四神糖、ラベラ産のピミエントと呼ばれる乾燥パプリカを原料とする唐辛子の一種を用いた燻製、これらの要素が洗礼された風味を保証します。エンプディート、厳選されたマグロ肉を使用、適度に引かれた肉と高品質の地元産香辛料から素材本来の味が生きた最高級のチョリソ、サルチチョン、白チョリソが生まれます。ベヘール社は伝統製法により最新の包装、プレゼンテーション、商品化技術をプラスしました。一流のカッティング食品の手により、一応のサイズ、厚さにカットされ、
美しく並べられたハモンイベリコベジョータは製品の適正を維持するため真空包装されます。外装には適切な消費方法が複数言語で記載されています。四季の国々への輸出がベヘール社の現売上高の 20% を占めています。ベヘール社は国内外の優秀あるコンクールで優勝しています。数々の受賞は当社の努力と功績の証です。